埼玉県公立高等学校26年度3番の問題です。3、右の図で曲線は関数 y イコール4分の 1x 乗のグラフです。曲線上に x 線がマイナス1、4である点 AB を取り、直線 AB と y 軸との交点を C とします。また曲線上に x 線が4よりも大きい点 D を取り、点 D を通り直線 AB と平行な直線を引き、 y 軸との交点を E とします。この時次の括弧に答えなさい。括弧1が5点で括弧2が6点となってます。まずは、ね、AB の式なんですけども、ここでグラフに見ると AB ですね。 AB を通る、 AB を通るというのはですね、二次関数との交点がそれぞれ A と B となってますので、一次関数のですね、交点の公式は y イコール a かける括弧 p プラス q 括弧で x マイナス apq で出てきます。この a というのはですね、一次関数のこの、傾きではなしですね、二次関数のこの係数ですね、4分の1が該当します。そして pq にはマイナス1と4ですので、 y イコール4分の1かけるマイナス1プラス4括弧で x マイナス4分の1かけるマイナス1かける4、計算しますと y イコール4分の 3x プラス1というのが答えです。それではですね、2番の方に向かっていきます。2番はですね、EC イコール ED の的点 D の x 座標を求めなさいという問題です。ちょっとここでグラフをですね、大きくしてみて、ちょっと考えていきたいと思います。まずはですね、ED と AB が平行です。でこの傾きはですね、4分の3となってますので、ちょうど C からですね、4つほど行ったところから、そこから上に3つほど行ったところ、これを傾きと言うんですけど、4分の3の、直角三角形で4対3となりますとですね、4対3対5というですね、三平方の定理から直角三角形が導き出せると思います。四四16、左三が9を足しますと5も25というところですね。しかもですね、これ平行な線で、隣り合う DE と EC が長さが等しいということは、正方形かまたはひし形なんですけども、この場合一角が90度でないので、DECE というですね、この平行四辺形はひし形ということになります。しかもですね、そうしますと長さが全部同じになりますね。 DE と EC と CE と ED がですね、もしも、D の座標ですね、媒介変数 T を用いて X を T としますと、 Y 座標は4分の 1T2 乗となります。ということは、X 座標が T ですから、ここの長さをですね、 T とした場合、 CE 間はですね、4分の5、もしも T でしたら4分の 5T となります。隣り合う全部が長さが等しいので、 EC 間も4分の 5T、まあ、ED 間も4分の 5T となります。そしてこの4分の 5T というですね、この、ところとですね、 C を足したもの、1を足したもの、これがですね、DE の直線の、まあ、Y 切片ということになると思います。そうしますと、この DE は Y イコール4分の 3X、傾きも同じですからね、平行ですから、4分の 3x プラス1プラス4分の 5t となりますね。で、そこのところにですね、さらにですね、x と y にこの媒介変数の t と4分の 1t を移乗したものをちょっと出してみます。EC イコール ED のとき、三角形 ECD は5対4対3の直角三角形より d の x 座標、媒介変数 t を用いて、d は t と、X がですね、Y 座標が4分の 1T 次乗と表すと、まあ、E、これは Y 切片なんですけども、X 座標は0と、Y 座標が1プラス4分の 5T となります。直線 EC の方程式は Y イコール4分の 3X ですね、切片が1プラス4分の 5T と表せる。で、これがですね、点 D をですね、の座標を通りますので、代入しましょう。まず Y のところは何かというと、4分の 1T 次乗。で、X のところは T ですので、4分の 3T プラス1プラス4分の 5T となります。分母に4がありますので、左辺右辺とも4倍します。T 二乗マイナス 8T マイナス4イコール0。これをですね、X イコール 2A 分のマイナス B プラスマイナスルート B 二乗マイナス 4AC という解の
方程式に入れますと t イコール4プラスマイナス2ルート5となります。ただしマイナスの、マイナス2ルート5はですね4から引きますとマイナスになるので不定期です。したがって d の x 座標は4プラス2ルート5となれば正解です。